ウェブサイトは科学的もしくは教育的なインターネット上の資料を学者やブロガーなどが引用した際の状態で保存することによってそれらを消失することを防ぐために設立されたオンデマンドのウェブアーカイブサイトである。ウェブサイトを使用することによって引用した際の状態がそのまま保存されるため引用後に修正や削除を受けた場合においても 引用元の内容を確認することが可能となる。2009年に撮影されたアイゼンバッハ1997年にグンター・アイゼンバッハによってウェブサイトは考案された。彼のインターネットの品質管理に関する記事内においては、戦術した特徴に加え引用されたウェブサイトの影響力を計測可能であるとした。 翌年の1998年に webcite.net において試験運用が開始された。ウェブサイトは各種学術雑誌に向けてそれらに対する引用リンクの自動化ツールを提供し2008年までにこのツールは200以上の出版団体に受け入れられ日常的に使用されるとした。かつてウェブサイトは 国際インターネット保存コンソーシアムに加盟していたが、脱退した。2012年に創設者のアイゼンバッハはツイッターで年4000ユーロの支出負担が重すぎたと説明を行った。ウェブサイトは2013年1月からファンドレーザーにおいて22,500ドルを目標とした資金調達キャンペーンを実施し、2013年以降のサービスの維持と金内化に必要な金額であると、 運営者は説明を行った。これには Amazon スティックコンピュートクラウドへの移転及び法的サポートの追加も含まれた。ウェブサイトはアーカイブの著作権について公式 FAQ において触れており、アーカイブ行為はフェアユース及び暗黙のライセンスによって合法であると主張している。フェアユースである自由については、そのアーカイブが変革的であり、 学術的に価値が高く、市場に対しても被害を与えないことを主張している。さらには、ウェブサイト設置者の定めた、ロボッツ TXT に、do not キャッシュ及び、ノーアーカイブが指定されていた場合はアーカイブを行わず、すでにアーカイブが行われたものについては、オプトアウトが可能であることから、問題はないことを記載している。このようにアーカイブが行われないようにする方法を、 提供していることから、これらを行わないウェブサイトからは、暗黙のライセンスがなされているため合法であることも主張している。また、2006年に検索エンジンによるハイパーリンクの表示がフェアユースに当たることを示したフィールド対 Google 事件の判決文を用い、暗黙のライセンスについての適法性を主張することも行っている。ウェブサイトは、 デジタルミレニアム著作権法に基づくテイクダウン要請を受けた際のポリシーを明確にしている。テイクダウン要請の適法性を確認した後に、公衆がアクセス不可能なダークアーカイブにアーカイブを移行し、公開されないようにする対応を取ることとしている。また法的にそのアーカイブが必要とされる場合は、有料でアクセスを提供し、価格は5つのスナップショットまでで200ドル。 それ以上については10のスナップショットにつき100ドルとなっている。ありがとうございます。